久保さん、おはようございます。<laughs> 久保さん24時間営業中ですね。いや僕、どちらかというと夜型なので、ね、久保さん結構早いと思うんですけど。まあ、今回は、えー、っと、再生数を捨てる覚悟。再生数を捨てる覚悟。これ何かっていうと、あの、自由に発信するっていうことは再生数を捨てないとダメです。これね、情報発信の非常に難しいとこなんですよ。 めちゃくちゃ難しいところであり、なんだろうな、奥深いところなんですよ。要は、再生数、集客、再生数とかそういうのを狙っていくんだったら、自分を逆に捨てないといけないんですよ。要は、マーケットに合わせないといけないですね。マーケットが求めているもの、マーケットでバズっているもの、トレンド、えー、とかね、まあそういうものになってくるわけですよ。トレンドだったりとか求めているもの。例えば、今、ポケベルのあーものを売ったとしても、絶対売れないですよね。 まあ、情報はポケベルはどうなんだろうわかんないですけどね。発信してみるとわかんないですけど。じゃあ、今ポケベルの情報を求めてる人がいるのか。じゃあ、ポケベルの使い方という情報をね、流したとしても、そもそも使ってる人いないじゃないですか。でも、俺はポケベル好きやねんって言ったとしてもね。にに市場のニーズがないので、その情報がに価値があるかっていうとなかなか難しいですよね。だけど、ポケベル前世紀の時は、その情報に価値はあったと思います。 例えば今だ、今だったら価値があるのは何かっていうと iPhone が iOS14 にアップデートされたんで iOS14 になって変更した点とか、えー、使い方とか新しい新機能の使い方とかはニーズがあると思います。情報に関してはね。でもポケベルの使い方今学習したいですか多分、いる人はいるかもしんないですが限りなく少ないですよね。まずポケベルという単語で検索しないでしょうね。<laughs> そもそも。 だから、あのー、自分はポケベルめっちゃ好きやねんって言ったとしても、自分はこれめっちゃ好きやねんって言ったとしても、市場のニーズとマッチしてないと、結局再生数がかっこえないですよ。だけど自分が発信したい。自分が内から出るものを発信したい。だこれはね、市場のニーズのバランスと自分が発信したいことを、このね、うまく絡めていかないといけないんですよね。だから僕は、あのー、 絡めることをあんまり、まあ、絡めたりしますけど、たまにね。だけど、絡めたくあんまないんですよ。あんまり。だから、本数こなします。わかります再生数を捨ててる分、本数は捨ててないっていう <laughs>。再生数は捨ててるけど、本数は捨ててないぞ、みたいな。本数は求めてるっていうね。100万本です、ね。だから、要は、あのー、一つの動画の再生数が、 100万はあむ難しい。だけど、100万本は自力でできるんですよ。だから自分がやるかどうかなんです。そう。だ <laughs> からまあこれね、情報ビジネス、情報発信の上でね、すごく、あのー、続けるという上で、これはね、僕は続けるっていうとこだけで行くんだったら、続けるというとこで行くんであるならば、自分の内から出るもの、再生数を捨てて、自分が本当に発信したいことを発信する。 それは続けられると思います。なんで続けられるかっていうと、自分が発信したいこと、自分が好きなことなんで、続けられます。ただし、続けられないんですよ。お金が目的だと。<laughs> これも。だから、このバランス感覚がね、非常に難しいですね。だから、まあ僕はもう、でもね、再生数を捨てたことによって、確かに他の人に比べると集客力、ほぼないです。ってか、ないですね。 だって、LINE アットの増加数とかも全然少ないですもん、僕。未だに4年ぐらいやって、まだ1000人いってないですからね、僕。うん、まあ、ブロックも激しいんで、僕。そう、4年やってね、久保さんなんかね、ライメルマガのリストね、何万人集めましたもんね。僕4年、4年も LINE アットやってね。まだ有効読者数500人ぐらいみたい。そう。 だからね、まあ、集客力ないっすね。だけど売れてるんですよ。で、売れてなかったら僕飯食えないですからね。<laughs> 今も直近で商品売ってますけど買ってくれてるんで。そう。で、なんでかっていうと、再生数を捨てた分、何を得たのかっていうと、まあ、圧倒的濃いファンですね。だから要は僕の考え、まあ、久保さんもいてると思いますけど、僕の考えに賛同してくれる、この、この人の考え方面白いなっていう賛同してくれる人が、 まあ、数は多くないけども、いてるんですよ。まあ、自由に飯食える分ぐらいいてるっていう、ただそれだけの話です。うん。で、あとは再生数を捨てたことによって、やっぱ自由な発信ができるっていうのが、あもう自由気ままにね、もうあの、言いたいこと言うっていう、伝えたいこと伝えるっていうことですよね。うん。あと、ワンズ動画とかもね、気にせずできますよ。 ただ他のその YouTube のチャンネル登録者数とか YouTube のブランディングとかねなんかそういうこと気にしてないので久保さんもいろんな動画アップロードできると思いますけどこれね YouTube のチャンネルのブランドを気にしていたら絶対できないですからねうんなんかそのルイ・ヴィトンとかまあそういう高級ブティック店とかわかんないですけどその銀座のねそのおしゃれなお店の中でなんかラーメン売れないっすよね <laughs> 300円のラーメンですみたいなね <laughs> なかなか無理ですよね。<laughs> そのブランドっていう、ブランドイメージっていうのがありますからね。そう。だレクサスだったら高級みたいなね、感じで。そこで安いよ、安いよ、なんか中古車10万円目ですみたいなね、レクサスの,あのコーナーで売らないですよね。<laughs> なんか投げ売りですみたいな、この鉢巻き巻いてね。まあ、絶対ないですよね、ブランドイメージがあるんで。ブランドを作ってるんで。 僕はそれがないので、好きなように。だから、レクサスも売りたかったら売れるし、あの、安売りもできるし、何でもできるんですよ。<laughs> これ結構ね、僕ね、最強なんじゃないかなと思うんですよね。ここに到達すると。だけど、ここで、じゃあ売り上げ上げるには、結構至難の技が必要なんですよ。だから、これは本当に久保さんと僕がやってるのって、マジでぶっちゃけ本当に中級上級のやり方だと思います。 久保さんそうだと思いますねこのやり方で売り上げちゃんと作っていくのって、結構マジで中級上級にならないと、かなり難しいと思うんですよね。だから僕も難しかったですもん。僕も。<laughs> うん、だけど、まあいろいろこうやりながらも、やりながらやりながら、まあ結局でもやってたことって地味で、あの、まあ一人一人に対して、まあちゃんとこう動画撮っていくとかね、まあ地味なことただ淡々とやってきただけなんですけど。うん まあということで、まあ何かをね、やっぱ犠牲にしないと何か得られないのかなっていうと、何もかも全部犠牲にせずね、手に入れたいみたいな。例えば分かりやすいで言うならば、まあコンビニ行くじゃないですか。コンビニ行ってビール欲しいって思うじゃないですか。あじゃあなんか欲しいって何か腹減ったらパン買うとか何でもいいんですけど、ね、お金を払わずして、これ欲しいねんって言ったら、それもあの、窃盗ですよね。<laughs> 何も犠牲にしたくない。お金払いたくない。えー、盗むみたいな。窃盗じゃないですか <laughs>。無理じゃねえって話で。何かをやっぱ犠牲にする。何かと対価にしないといけない。交換なんで。なんか全部をなんか、うん、犠牲にせず、得るっていうのは難しいんだけれども、みんな何も犠牲にしたくないんですよ。うーん。 やっぱリスクとリターン、失敗と成功っていうのは、やっぱ僕はこれはイコールだと思います。もちろんその割合を変えることはできますよ。最初最初利大利大最初なんかまあ投資でもなんか損傷利大みたいななんかそういう言葉もあったりとか、なんかあとは、なんだ、あのー、大衆の逆を行けとかね。でもその大衆の逆を行く場合は、その、 大衆と違う心理を動かさないといけないんで、し、本当に大丈夫かなみたいな。でも大衆の動きはこうだ。情報はこう出てる。いや、でも大衆の逆語いけ。で、そこで何かを捨てないと、そこ行けないんですよね。そう。自分のし、その大衆心理を捨てないと、ああ多分突っ込めないだろうし。うん。だから何かを犠牲にしないといけないと。で、久保さんが言ってましたけど、やっぱそのプロになっていく何かを習得するためには、やっぱ犠牲にしていかないといけないんですよ。時間っていうものを。 これね、時間を犠牲にせずにね、何かを習得するって、それ無理ですから。車の免許とか、1日で取れますかまあまあ、あの、物理的にその、なんかその,あの、ステップがあるので、まあ物理的に無理かもしれないですけど、その、車の運転の免許を取る過程も、ステップバイステップで時間じゃないですか。なんかの資格を取るにしても、なんかステップアップステップだし、だから時間を犠牲にしないと何か得られないですよね。で今日、 今日勉強して、今日東大に受かりますかって話で。いや、無理じゃないですか。でもそれを求めてるんですよ。今日儲かる方法ないかなとか。いやいやちょっと。今日東大に受かる、今日勉強してね、今日からネットビジネス始めて、今日稼げるなんか、まあ、なかなかないですよ。ね、全く初心者ですよ。右も左もわかんない状態から始めて、今日やって今日稼げるっていうのは、正直ネットビジネスで、 多分、だってやり方を覚えないといけないじゃないですか。だって YouTube も右も左もわかんないんだったら、まずアカウント登録からじゃないですか。じゃあ登録方法とかね。アップロードとかね。パソコンに取り込むとかね。動画データを取り込むとか。そういう細いのも覚えないとできないので、やり方ですね。iPhone を使うやり方も覚えないと操作できないですよね。 まあ iPhone は直感的に作られてる部分はありますけど、まあこれも、まあもう僕はもう iPhone 歴結構長いので慣れちゃってますけど、ガラケーから iPhone に行った時よく分かんなかったですもん。もうみんなスマホよすなりしてるので、別に新機種に変えたとしてももう慣れちゃってるじゃないですか。でもそれは新機種に変えても対応できるのは今までスマホ使ってきたからですよね。今ポ、今ポケベル使ってる人がいきなりスマホ使ったら絶対分かんないですよ。よく分かんないですよ。<laughs> 多分よく分かんないですよね。 なんとなくわかるけど、使いこなせるかっていうと難しいっすよね。うん。そう。まあ、ということで、ま、あの、何かを犠牲にしなければ何かを得られないよというところでございます。でも多くの人は犠牲にしないと。代償を払わないと。いや、代償を払わないと無理やでと。話ですね。うん。 ま、スーパーマンですか、ウルトラマンですか、仮面ライダーですかと。変身ベルトつけたら仮面ライダーみたいに強くなれるんですかそんな変身ベルトないですからね。うん。はい。ということで、いってらっしゃい。